赤金ミュージアム2階新居浜市美術館にて開催中の中村健一展。5日は関連事業として中村健一展子ども模写大会が行われました。新居浜市ゆかりの洋画家中村健一の没後50年を記念して開かれている中村健一展。5日はその関連事業として子ども模写大会が行われ、午前午後合わせておよそ10人の子どもたちが参加しました。中村健一が描いた新居浜の風景の中から子どもたちが気に入った絵を選び模写をしていきます。参加した子どもたちは作品を忠実に再現しようと隅から隅までよく観察し描いていました。今はどんな絵を描いているんですか？多分昔の新居浜の街。やってて難しいなっていうところとかありますか？なんか水とか表現が難しいです。どれぐらいまで完成してますか？多分半分まで出ます。今回制作した子どもたちの模写作品は6月10日まで赤金ミュージアム2階新居浜市美術館展示室1入り口にて展示されます。